皆さんこんにちは、松田敏夫でございます。実は今日ですね、先ほどラジオ盛岡の毎朝の放送をやったところなんですが、いつも、まあ、それを録画して、皆様に、まあ、見ていただいているわけなんですが、今日ちょっとなんか、ミステイクがありまして録画ができなかったもんですから、まあ、どんな話をしたかですね、皆さん方に改めてお話をしようかと思っております。まあ、話はですね、まあ、今日から日本で、まあ、医療関係者とか、まあまあ、優先順位が日本にもアメリカにもあるわけですが、それに従ってですね、この新型コロナのワクチンの接種が始まるということで、まあ、ニュースになっているわけなんですが、まあ、それについてですね、いろいろとなんか不安の声もあるんだというお話なんですね。それでまあ、それはどういうことでしょうかということだったんですが、まあ、私もそういう不安があるということは知っておりまして、前にもですね、ちょっと医療関係詳しい人、友達がいるもんですから、まあ、大学で長年研究をされていた博士がおられまして、まあ、私の友達なんですが、まあ、実は私の肉体年齢を私の細胞を分析して、いろいろと教えてくれたりする、まあ、そういう方なんですが、まあ、ちょっとその方の話をですね、聞いたことがあるんですが、そのちょっと驚きだっていうんですね。なんでこんな早くこの新型コロナのワクチンができたのか、まあ、実に、まあ、不思議だということなんですね。で、その不思議だということの中に、アメリカの、まあ、日本でいう厚生省、アメリカの保健局というのがあるんですが、そこで、これ承認してるわけですから、その承認に何か不安があるというんではないっていうんですよ。それはもう日本もアメリカもですね、こういう、まあ、薬その他ワクチンもそうですが、そういうものに対する許可っていうのはですね、もう非常に厳しくて、もう一般的になんでそんなに時間がかかるのかというふうな声が上がるぐらいですね、まあ、あらゆる面からこの検査をするわけなんですね。まあ、人の命っていうのは大事なもんですから、まあ、それだけのですね、まあ、研究をするというわけなんですよ。それがですね、わずか1年、でですね、これが許可になって、まあ、市販されたり、普及していくというのはですね、もう本当に、早いですねと。そこからですね、大丈夫なのかなという、まあ、原始的なですね、別に科学的根拠からですね、不安に思うわけじゃないんですけども、普通ならとてもそんなことはできないのにも、それができたと、結構な話なんですけども、それができたというんでですね、その驚きが、まあ、そのなんとなく不安につながるんだという解説をしていただきましてね、ああなるほどねということで、日本だけではなくていろいろな国でですね、やはりこんな短い時間にこのアメリカでワクチンが開発されて、世界中にどんどんと今普及しているというのを見るとですね、それぞれの国の学者の先生方は、まあ、アメリカの当事者ではないわけですからね、本当かいなというふうにこう思うと、それがいろんな形で不安につながってんではないでしょうかと、医学的あるいはサイエンティフィック科学的にですね、何ら不安があるというものではないけども、そういうことなんだというんですね。で、それで私もその先生にちょっと疑問に思ってることがあるんで聞いたんですけども、まあ、長い古い友達で、まあ、私の細胞を取ってですね、私の細胞の生命力を調べるとかいうことまでですね、昔していただいたことがある中で、まあ、何でも相談できる方で聞いたらですね、
私の疑問というのはですね、日本ではこの細菌学でですね、ノーベル賞をもらった方、先生、それぞれの大学でですね、京都大学もそうですし、いろいろあるわけですね。ということは、この細菌の研究において優れているということが言えるんじゃないですか。その国がですね、どうしてこのコロナウイルスのワクチンができないのか、あるいは開発ができなかったのかと、アメリカに先を越されたのかという、そういう疑問があったもんですから聞いたんですよ。そしたら、増田さんご存知ですねと、日本でこのノーベル賞をもらったこの先生方はみんなあれですよ、アメリカの大学で研究されたんですよと。で、その研究の成果でノーベル賞をもらっているということで、ただ医学博士ですし、日本人ですし、本籍は日本ですし、だからノーベル賞をもらうということになれば、日本人としてノーベル賞をもらう。だけど実際に研究されたのはもうそれぞれアメリカの大学、その他外国ですよと、日本じゃないんですよと。その先生も医学博士ですから、こぼしてましたけども、日本っていうのはダメなんですよと、もう全然研究費がなくて、やりたいことがあったってできないんですよと、つくづく申されてましたね。というわけで、それだけのワクチンを開発する能力、あるいは開発したいという意欲があっても、日本では新型コロナのワクチンを開発することは不可能ですというお話なんですよ。もうなんかがっくりきましたね。日本の昔といっても十何年ですかね、福田赳夫さんとおっしゃる立派な総理大臣がいらっしゃいまして、人の命は地球より重いと言われた有名な総理大臣ですが、日本人の命もやはり人の命ですから地球より重いんじゃないんでしょうかね。で、アメリカの大統領で人の命は地球より重いというふうに言った大統領がいるのかいないのか知りませんが、私の知る限りそんな話は聞いたことはないんですね。多分そんなことは言わなくても分かってるから、ことさら言う必要はないから言わなかったのかもしれませんが、いずれにしてもですね、日本人であろうとアメリカ人であろうと人の命は地球より重いというのは本当のことでしょうね。そして今回のこのワクチンが こんなに早く開発されたというのはですね、今まであらゆる分野で膨大な金を使って、もうこの細菌だけに限らず、いろんなこのところからですね、もういわゆる使うだけお金を使って研究してるわけなんですよ。そういうものがですね、これは大変だと、アメリカ人の命が危なくなったということになると、そういうその研究が全部一堂に集まってですね、さあやろうではないかというふうになると、そしてそこへですね、もういくらでも使えというふうに政府から金がどんどん下ってくるということなんですね。それで完成した。だからもうどこの国でも、日本のその医学博士なんですけどね、私の友達は、この友達が仰天するほど早く短期間にこの完成したんだと、こういうお話なんですよ。これを聞いて私もですね、ちょっとがっくりきたんですけども、人の命は地球より重いといった国がですね、こんなに優秀なノーベル賞をいただくような細菌学者が日本にいながらですね、そしてその細菌学者がこうしなさい、ああしなさいということが金がないからできないというのは、なんか悲劇みたいに感じますね。別に政府を非難しているわけじゃありませんが、そういう事実をですね、専門の先生から聞かされまして、なんとなくがっくりきた次第であります。こういう声なき声をこれからどんどん皆さんがその国の代表する方々に言ってですね、日本では、本当に日本人の命は地球より重いんだと、そのためにはいくらでも日本政府は金を出すんだと
いうことを言う政府が早くできることを願わざるを得ないというところであります。